高橋さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日のお車は何ですか？はい、今日はお車は何ですか？これはアウディですね。はい、そうです。今回紹介させてもらう車はアウディ A5 スポーツバックという車をご紹介させていただきます。この車は今平成31年式で、走行距離が4万6000キロ台の車になってます。この車はノーマルの車がうちに入ってきたので、新品のアルミホイル、あとは新品のロエンのエアロパーツを装着した車になってます。早速ね、ちょっと装備品を順番にご紹介させていただきたいと思います。はい、じゃあまずフロント周り、今日ちょっとフロント周り紹介してください、ぜひ。はい、まずは、はい、こちら、やっぱ僕いきます。はい、フロントハーフスポイラーが装着されてます。このアウディの場合は左右は LED が2つなので、2連の LED で、今回はこのシアンカラーを装着させていただいてます。シアンカラーの LED に加えてフロントのハーフスポイラーというデザイン。この車後でご説明させてもらうんですけど、このアウディマークの下を見てほしいですね。カメラがついてるんですけど、この車自体360度モニターっていうのが装着されてる車なので、この後ね、動画の最後の方で、ね、画像はご案内していきたいと思います。で、続いて横回り行きます。横回り行くとワークさんのホイール CVX ですね、のホイールになってます。で、これが20インチで、で、タイヤは日東タイヤのインボっていうのが入ってますね。ちょっとこっちから見れるかな、こっちから見てもらうと分かるんですけど、左右対称じゃなくて左右非対称の、ここ分かる、溝が入ってますね。溝が入ってて、どちらかというとスポーティーレーシーな車に履くようなタイヤが装着されてます。横行くとここがロエのハーフスポイラーですね。この白と黒の部分、ザーッと後ろの方まで、はい、この辺もね、非常に立体感があるデザインになってますが、ついてます。リア周り行きますと、リアにはロエのこんな感じでトランクスポイラーですね、トランクスポイラーが装着されてます。そして下回りにはリアのハーフスポイラーで、今回はちょっとですね、今ロエンがマフラー工場の移転とかもしてるので、マフラーの製作がね、もうすでに注文いただいてるお客様を優先でお作りしてるので、今回はマフラーが純正の状態の仕様になってます。ただご希望で4本出しのマフラーっていうのもありますので、ご希望あればですね、車購入するときにいただければ追加のオプションとしてマフラーを設定させていただいております。で、最初覚えてます？フロントのアウディの下に何がありましたっけ？マークの下、カメラです。はい、なので後ろにもあります。後ろもね、マークの下にバックカメラがついてます。この車非常にね、オプション装着いっぱいついてるので、こんな感じで、ね、パワーバックドア、これも標準装備になってます。で、アウディトランク非常に広いんで、ゴルフバッグ積んでもらったり物を乗せてもらっても非常に広いスペースになってます。で、こちらの下ですね、ちょっとネットついちゃってるんですけど、ここの下にはスペアタイヤのスペース従来あるんですけども、スペアタイヤではなくてこんな感じでバッテリーが入ってます。バッテリーと、あとはこっちにパンク修理キットっていうのが入ってます。トランク下はね、ほとんど収納できませんけど、上が非常にね、広い車になってますという感じで、こんな感じで、はい、なってます。で、続いて内装いきましょうか。はい、お願いします。はい、はい、ということで中に入ってきたんですけど、中に入ってもらうと、まずステアリングですね。ステアリングがあります。4万6000キロの車なんですけど、見てもらうと分かる通り革でしっかりしているので、剥げたりしてないですね。なので前の小野さんが非常にね、丁寧に乗られてたのが分かる車になってます。で、その他は、ナビゲーションですね。これ MMI ナビっていうのを使っているので、実際には例えばこれバック入れたら、こんな感じでバックカメラ切り替わって、これリアコーナービューであったりとか、あとはフロント、さらにはフロントのコーナーという形で見え方がね、これで変わるんですけども、こんな感じでね、360度、これサラウンドシステムなんで、上からですね、360度、まあハンドル切ったらどんな感じになるかっていうのがついてるナビゲーションになってます。結構なんでね、オプションとしては非常にいいオプションがいっぱいついてます。で、あとここですね、ドラレコと、ここで DVD とか、あと SD カードさせてもらって SD で音楽聴いたりとか、そういったのもできる仕様になってます。この S ラインパッケージっていうものなんですけど、まあ、非常に多くのオプションと、あとここシートですかね、これ S、 これね、ハーフレザー仕様のこの S ライン仕様専用なんですけども、シート自体もね、電動シートになるんで、非常にね、オプションたくさんついてて、で、車自体めちゃくちゃ走りますんで、やっぱりアウディだけあって、アクセルちょっと踏んでグッと走っていく、非常にね、おすすめの1台になってます。
ということで、今回なかなか輸入車を紹介するケースが少ないんですけど、実はロエンって展示してあるトヨタとか、あとはスバルとか国産車以外にもこういう輸入車の車、メルセデスであったり、アウディ、あと最近だとあとランボルギーニ、あと中国のねメーカーさんのエアロパーツも非常に多く作ってるので、国産だけじゃなくて輸入車も今後横浜店力入れていきたいと思うんで、ホームページとか見ていただいて気になる車があればぜひですねお問い合わせいただければ一から製作させていただきたいと思います。ということで本日はアウディ A5 スポーツバッグの S ラインパッケージ、車両本体365枚の車ご紹介させていただきました。では皆さん、たくさんのお問い合わせお待ちしてます。